ブースにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水野さん、まずサンワイズ株式会社について教えていただけますか。はい、サンワイズは1983年の設立以来、工場、特にクリーンルームという特殊な部屋に使用するドアを開発製造し続けてきた専門のドアメーカーです。日本全国の工業製品や食品、医薬品工場へ納入実績があり、設置される工場の状況に応じて要求に応えられるだけの豊富な知識と商品ラインナップを揃えています。今回の展示会の目玉は何でしょうか。フラットドアです。はい、数年前からスチールドア、いわゆる鉄皮で試作品を作り、この度、出展している中で非常に反響が大きくて、アルミ片材と薄物鋼板を使用した軽量ドアによる量産仕様のプロトタイプが完成しまして、現在は2018年の8月の発売に向けて準備を進めております。そうなんですね。ちなみにこのフルフラットドアの特徴は何でしょうか。見てもらったら分かるんですけれども、はい、ハンドル以外の突起がないドアになります。そうですね、通常ですね、長板とドアチェック、はい、ドアクローザーっていうものが出っ張ってしまうんですけれども、はい、これは長板も埋め込みでドアチェックも埋め込みになってるんで、ハンドル以外の突起がない、全てフラットなドアになります。この窓の部分も段差がなくてフラットなんですね。あ、そうですね、ガラスを二重にすることによって、はい、ドア表面と一緒の寸法にしてフラットにしております。そうなんですね。でもどうしてその凹凸がない方が良いのでしょうか。凹凸がないと食品工場や製薬会社さんっていうと、ドアチェックや長板 のところにホコリが溜まったりすることによって扉を清掃しないといけないんですよ。で、一番清掃しやすい扉っていうのがフルフラット、そこから菌が発生してしまったりする可能性もあるので、フラットにすることによって清掃しやすい、ホコリだまりができにくい扉になっております。その他にフラットドアのアピールポイントを教えてください。はい、アルミの枠、この枠と厚みが同じになっていて非常にコンパクトになっています。これはクリーンルームによく使われるパネルシステムへの取り付けを意識した寸法です。建築壁用にはこのスチール、ステンレスの曲げによる枠も自社工場で用意します。また電気錠を使用した場合は長板を非内蔵式になり、全ての電気錠に対応できるわけではないんですけれども、インターロックや入体室管理などにも対応ができます。フラットドア以外のサンワイズさんの商品についても教えていただけますか。はい、高い気密性を持つスライドドアや低温作業室用の樹脂製断熱ドアなど、クリーンルーム用ドアメーカーならではの商品を多数ラインナップしております。また、3メートルを超えるような大型ドアや、はい、開き扉とスライド扉を組み合わせたドアなど、汎用ドアのメーカーでは対応しづらいドアも標準品としてカタログに載せています。さらにドアメーカーでありながら独自設計の汎用インターロック制御盤をラインナップしており、その結線工事まで請け負っております。異物混入対策や入体室管理、また多数のドアを同時に制御する複雑なインターロックシステムなど、電気錠やインターロックの制御についての相談があればまとめて承ることができます。サンワイズは使用される工場の製造品目や部屋の種類、法規上の制約など様々な条件に合わせ、クリーンルームに数多く納入したノウハウを生かしてお客様の要求を満たせるようにご相談に乗りながら商品を提供しています。なるほど、本当に幅広いご要望にお答えができる。そうですね、ということなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。